さあ、観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。本日の主審はジャンルカ・ギラルディーニさんです。戻して繋いでチェックに行く、左足シュート。しかしすっごいシュートでしたね。惜しかったですね。インテルとしてはより慎重にボールを回していきますよね。落ち着いてプレーするというかね。中央へボールが出てきた。いいワンツーだ。ここは阻まれました。前に送る。ボールは渡る。シュート、弾いた。おっと詰めている。オフサイドの場面です。サイドからいい上がり方をしてますね。抜けてきた。1対1。さあキーパーと1対1。もっと笛が鳴っていました。オフサイドですね。はい、フラッグが上がっています。オフサイドです。今のオフサイドシーンが出ました。フォローが欲しい。打つ。ゴール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 。インテル、今のところいい展開で得点を重ねています。うまくペース掴んでますよね。チェック、いいマークですよ。両サイドよく動いてますね。キーパーファインセーブ。ヘッド、チェック、チェック、そのままシュート。さあインテル、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあコーナーからの最初のセットプレー。さあこれは動いた。しかし今のコーナー危なかったですね。はい、合わせるところまで行ったんですけどね。決めて欲しかったですよね。こういうところは日頃の練習の成果が見れる場面でもありますよ。前、スペースがあれば上がってくるという形ですね。さあ固まっている。頭で流し込む。アタラント、ここはしっかりと守りました。いいプレッシャーだ。ファール、直接フリーキックです。いいディフェンスを見せます。追加点のチャンスだ。シュート、右足、リスティング。うわ、よく飛びましたね。これはコーナーキックです。インテル、絶好のチャンスを得ます。ヘッド、決めた。ヘディング、
さあ3点差のついた試合となってしまいましたがいかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたね。さあすでにボールを奪われています。アタランタまた奪った。かなり動いてきますね。いいところ、よく守ります。いや拾いますね。ボールを奪われます。攻め上がったんですがここはうまくいきません。下げてアタランタ、苦しい状況です。バックパス、右一人いい動きを見せてますよ。チェックになります。インテル、ここからの攻撃になります。おっと奪った、当たります。中に誰か来てますよ。左足だ、入った。アタランタ点差を縮めています。追加点が欲しいところです。チェックが入りました。ロスタイムも残り2分を切りそうです。ここで奪い合う。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。インテル、ここはしっかりと守りました。かろうじてクリアしました。ここはディフェンスされました。中にスッと入ってきますね。おっと前半終了しましたよね。ではここまでの流れですが、前半5分インテルいきなりの先制点を決めています。はい、そうですね、まあ得点ありましたけどキーパーもピッチの外へ弾くよ。左サイド、左サイドよく動いてますね。ボールを回してチェック、うん、いいプレッシャーだ。一人いい動きを見せてますよ。決めた、左足。さあインテル3点差をつけています。左に展開します。カウンターで来る。さあ追加点のチャンス、決められない。一旦はたく、出した、これはファールです。インテルボールになります。待っていた、チェックになります。いい攻めを見せたんですがちょっとうまくいきませんでした。かなり動いてきますね。インテル、ゴールしてからの動きというのはいかがですか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね、さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど、前に送る、1対1か。さあシュート、決めた。さあインテル4点リード。アタランタとしてはここまで予想してなかったかもしれませんね。何点差でしょう。あっとここには誰もいません。右にはたいた、いいマークですね。いい力の展開ですね。前へゆっくり送ろうという場面です。おっと、なんか誰もいませんよ。なんとかクリア、ここはディフェンスされました。あ、いいボールですよ。セギニ、
さあここまでですが一方的な展開になっています。はい、もうねこう言ってはなんですけどもね、のびのびプレーできますよね。そうでしょうね。このままさらにリードを広げていくんでしょうか。中に誰か来てますよ。回してサイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。インテル結局このボールを奪いました。縦に送ります。ここで動くか。中にスッと入ってきますね。直接行った。相手に当たった。後ろからチェック。叩きます。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。インテル、ここはしっかりと守りました。1対1。シュート。さて、コーナーキックに変わります。どう攻めてくるんでしょうか。カーボンをかけてきた。かろうじてクリアしました。左へ出す。おっと、これはオフサイドか。アタランタ、今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね。攻撃の流れを見る限りでは、今はいいところでボールを受け取れていると思いますよ。チャンス増えてきてますからね。あ、フォロー遅いですね。ポストに当たる。グランダ、しかしキーパーキャッチ。いや、取りにくいボールだったんですけどね、ここはよく止めました。うまく落としました。右に出して、中に誰か来てますよ。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。競り合った。いい動きを見せてますよ。見事にキャッチ。ループシュート。中にスッと入ってきますね。大きくいい展開してますね。チェック。抜けない。わーっと、ここで試合終了となりました。しかし北澤さん、今日の試合ですが、どのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついてしまいましたよね。インテルとしては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。さあ、今日の試合の内容についてなんですが、後半15分、インテル追加点となるシュートを決めました。途中いい形でつなげてましたから、ああいった波に乗れる攻撃ができたんだと思いますよ。そして後半21分、インテル、あの局面、相手を引き離すゴールを決めています。はい、そうですね。シュートに至るまで素晴らしいパス出ましたから、結果的に抑揚のあるリズムが生まれるんですよね。そして今度は試合終了後のデータを少し見てみましょう。インテル、シュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね、うまくチャンスを作れているってことですよね。そんな中でも戦術もマッチしていたっていうことですよね。本日の結果は6対1、インテル大差での勝利を収めています。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。次回の試合を皆さんお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。実況は私、ジョン・カビラがお届けしてまいりました。ハイライトシーンをお届けしながらのお別れとなります。皆さん、またお会いしましょう。